魔王ラッキーを感謝で輸送する。あなたにしては軽率な行動だと思っていました。たとえダッキーを撃っても別の悪党が再びオロチ復活を目指す。現に清盛が現れ混乱はさらに深まった。ならばオロチ周辺に悪党を集め一網打尽にする。しかし危険な策です。幸いにもダッキは清盛と組みました。ダッキはオロチ復活の鍵である卑弥呼を清盛に渡すという賭けに出た。そしてオロチは復活した。これはあなたの計算通りですか？貴公のご想像にお任せしよう。だが道中私は確信していたのだよ。貴公らの力があればたとえオロチが復活しても乗り切れると。清盛は討ち、オロチ、ダッキも追い詰めた。物語は今完結に向かおうとしている。オロチを復活させてしまった。大徳、後悔は何も生まない。前へ進むのだ。死と復活、オロチのくだらん連鎖を断たねばならぬ。先の戦では不覚を取ったが、ここで終幕だ。オロチを倒し、世に平和を取り戻す。シングルセア。人間よ、再び我を超えてみせよ。門を固く閉ざしたとき、我が戦術の前には無意味だ。どうあがこうとも物語の結末は変わりようもない。そう簡単には進ませないよ、太公望さん。こしゃくな術を使うが、術者倒せばそれまでだ。そう打ち取ったり。今再びオロチに歯向かう者どもを撃つ。伊達鉄砲隊の強さ見せつけてやるのじゃ。我が術で門を開く。
皆には少し耐えていてもらおう。そうはいかないんだ。よく耐えた。物語の最終章、いよいよ開幕だ。うわあ！な、何をしやがったんだ！ここにいたら潰されちまう！おい、門を開けろ！劉備将軍、今こそ高らかに号令するのだ。全軍、魔王オロチを目指し猛進せよ。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。Ha!
討ち取ったり。再び我に挑むは貴様だ。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。そうも、お前は大罪を犯し、死すら許されぬ身であったが、もはや言うまい。我が一存でお前に死を許そう。向上は済んだならば消えよ。撃ち取ったり。ようやく終わる。工房殿、貴殿の導きによりオロチを討つことができた。
人の子は読めぬ。脆いかと思えば我らをしのぐ強さを見せる。礼を言うべきは私だ、劉備将軍。さらば。傲慢なところもありましたが、心根は良きご仁でしたな。